ホワイトホール宮殿のバンケティングハウスバンケティングハウス前でのチャールズの処刑バンケティングハウスとは、チューダー、初期スチュアート王朝時代に建設されたイングランドの邸宅において、本邸からは庭園を挟んで離れた場所に建設された建物、バンケティングハウスとも表記する。晩餐会や舞踏会などの娯楽のためのみに用いられる。過剰な装飾を凝らしたり、 寝室や厨房を設けないなどして、本邸と差別化することが多かった。ホワイトホール宮殿のバンケティングハウスは、歴史上最も著名なバンケティングハウスである。単に、バンケティングハウスと称してこの建物を指すこともある。1619年に建築家、イニゴー・ジョーンズとそのイ・ジョン・ウェップにより設計され1622年に完成した。 当時のホワイトホール宮殿一角の西側、現在のホースガーズ付近に建設された。1649年には、チャールズ一世が建物前で公開処刑されている。内部には2階建て吹き抜けのホールが一室存在し、内装には上階はコリント様式、下階はイオニア様式を採用している。正方形を2つを並べた形状をしたホールの天井側、 チャールズ一世の依頼により、ピーテル・パウル・ルーベンスが描いたものである。装飾は、ルネッサンススタイルを取り入れたもので、ジャコビアン・イングランドにおける代表作である。この建物は、ホワイト・ホール宮殿の大改修計画の一部として建設されたが、その後イングランド内戦へと至る政治的対立が激化していたために計画は凍結され、あと2690年代の火災によって、 旧ホワイトホール宮殿はほぼ全焼した。バンケティングハウスは他の建物と離れた場所に建てられていたため消失を免れ今日に至っている。1685年にイングランドの建築物としては初めてクラウンガラスを窓ガラスとして利用した。ありがとうございます。